ルフィの母親なんて情報ないじゃんっていうことなんですけど、まあ、サムネタイトル、まあ、すぐ回収しますけど、ルフィの母親の正体で、ここでバジュラングっていうのは何なのかっていうので、インド神話の猿の神様ハヌマーンを別名バジュラング、まあ多分諸説あるんだよね。神話上のそのハヌマーン別名バジュラングは、変幻自在の体でその大きさや姿を自在に変えられると、巨大化できると、走って空を飛んだっていう伝説もある。で、父親が風神バーユっていうので、まあ、このままこの家族構成までもがオマージュされていた場合、このハヌマーンの父親が風神なんで、ドラゴン要素がね、モンキー D ドラゴンが風を操る描写が多数描かれているんで、それと紐付けられるのかなと。で、あとは、炎神、炎の神と書いて、アグニっていう神様の加護を受けていたので、炎に焼かれないとかね。バジュラングガン、ハヌマンはタル族の神と。で、このオマージュっていうので、難しいのが、ここでバジュラングガンが出てきたからといって、インド神話がめちゃめちゃオマージュとしてワンピースに採用されるって考えるのは危険なんですよね。一部オマージュの可能性もあるし、名前だけオマージュの可能性もある。ただ、似すぎてはいるんで、要素がいっぱいあるんで、で、逆にこれ神話上のマイナス要素を採用されていない部分を言いますと、ハヌマンっていうのは非常にその知恵者であり、同時に優れた弁説家でもあるという。伝説がありまして、まあ、この辺とかは採用されてないよね。弁説家ではないもんね、ルフィはね。知恵者でもないしね、キャラ設定的にはちょっと矛盾がある。で、あとはハヌマーンは太陽神スーリアの子であり、スグーリアに仕えた。太陽の息子に仕えてるハヌマーンだが、ルフィの場合は本人が太陽神になってしまったっていうね。ハヌマーンイコール太陽神というよりは、太陽神に仕えたものというのが多分神話上の正しい解釈の仕方なんですが、だからそこら辺とかは矛盾となり得る感じなんで、そもそもそのインド神話でのハヌマーン周りの家族構成がそのままワンピースに採用されているというよりは、なんすかね、ルフィ周りの何かをその考えるときにインド神話が結構数多く描かれているんじゃないかみたいな、そのモチーフみたいなね。ルフィの母親、じゃあどうやって、ルフィの母親なんて情報ないじゃんっていうことなんですけど、まあ、サムネタイトル、まあ、すぐ回収しますけど、ルフィの母親の正体、つまりルフィのモデルがハヌマーンであったと仮定し、家族構成までもがそのままワンピースに採用されているっていう、その前提があるならばこそなんですけど、ハヌマーンの父親が風神バーユ、ハヌマンの母親が天女アンジャナモデルの可能性があると。で、アンジャナの情報はほとんど出ていなく、ヒントは天女であるという点のみ。あんまりインド神話でもこの天女アンジャナに関しては詳しく明言されていないんですけど、天女っていうことはつまりは天に住むとされる女性のことで、天帝などに仕えているとされる女性の総称であると。で、つまりだから月の民とか、まあ今フィルムレッドで歌ちゃんが翼が生えててどうのこうのとか、まあいろいろありますが、月の民なんじゃないかとかね、いろいろありますが、まあその辺なのかなっていう。で言うと、月の民の母親とドラゴンの息子が、つまり月の民と D の一族のハーフみたいなので、生まれたのがモンキー D ルフィだったんじゃないかっていうね。だここで、まあちょっとニカとつながる部分があるとすれば、天女っていわゆる羽衣伝説っていうのがあって、その空を飛べるっていうのが羽衣、ニカのルフィにもついてますが、まあかっこいいからついてるんだろうっていう見方もできますが、こういうね、インド神話のこの天女とかを元に考えるとするならば、あれもちゃんと意味を持って、羽衣という呼ばれる衣類で空を飛ぶとされるのがこの天女だと。で、この羽衣を奪われたばかりに空に帰れなくなり、地上の男性と結婚するっていう話が簡単に説明する羽衣伝説なんですが、ギアフィフスのルフィ羽衣をまとってるので、あながち間違いでもないかもしれないと。ルフィの母親は羽衣に特徴がある天女、父親がドラゴンでっていう。まあでも、どうやって知り合ったとか、なんで天女が実在しているのかとかね、月の民だとしたらどこでどう知り合うのか、その月の民とっていうどういうマッチングアプリをすれば何のマッチングアプリをインストールすれば天女さんと知り合えるのかっていうね、なんかそこなんでしょうが。で、まあギアフォースフィフスのルフィに、まあ、羽衣がついてる。で、あとはエネルの2億ボルトアマルも羽衣をつけた状態でこうやって出てきたんで、どちらももう月に関係するからね。となると、ニカがハヌマンモチーフであれば、そしてハヌマン周りの家族構成、その辺の設定までもがワンピースにオマージュされるとするのであれば、ルフィの母親は月の民と。ただこの天女アンジャナか、これが美しい女性っていうイメージなんですよね、多分インド神話上も。で、小田先生がなんかの SBS で言ってたのが、ルフィの母親は美しくない的な発言もあったし、冒険の大義号が母親だっていうことを言って、つまりルフィの母親は描かれない可能性も全然残ってるとは思うんで、ただまあ匂わせは匂わせて、羽衣が特徴の月の民っていうのは考えられるか。